とにかく毎回人気なんです。でこの辺はもう絶対争奪戦になるから、ガチでスペシャルアイテムの発売で1月2日12時何してんすか。いやいやいや、これ靴が、靴履いたらめちゃくちゃいい。うわ、なんすかこれ。やばい、マインデニム、やばい、めちゃくちゃいい。来たんすね。いや俺これさ、いや俺これめっちゃ楽しみにしとったんよ、実は。はいはいはい。あのね、これ動画撮るわけね。いや、なんかやってんな、スノーさん、なんかやってんなと思ってですね。いや到着いたしました。これ、YouTube、でこれが放送されるのがどのタイミングかちょっと分かんないですけど、発売日は1月の2日の正午、はい、12時からに、なっております。なんで1月2日の12時以降にぜひね、バースデーの店頭並びにうちのオンラインストアで、これ概要欄にちょっと貼っておきましょう。こちらのオンラインストアで買えるようになってますので、ぜひ購入してください。で、一応内容ね、内容、まああのこの箱もねすごいかっこいいんですけど、マインデニムのブーツはね、あのね、とにかく毎回人気なんです。で、今回はもうちょっともう先早速もう履いてしまったわけあれやけど、はい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 。一応ねこのスウェードのオールブラックの、ほう、あー、かっこいいやつ。しかもね今回はね、バックジップなんよ。ああ、サイズちゃうんすね。そうなんよね。いや、で俺がわーって言ったのは、ちょっと見てもらいたいのがね、これ筒がめっちゃ細いんよ。ちょっとそう、今日に限ってね、カーパンじゃないもんで本当はね、カーパンの細いのでね、ちょっと合わせて、かぶせてね、見たかったんやけど、なんかいいっすね、リアルな感じ。いやいや、そうなんよ。ちゃんと動画撮ってたら絶対カーパンというか細身履いてますもんね。そうで、あの一応ほら、うちが営業がもうつい、1月の1日と、あ、1日、31日と1日は休みなんで、だからもう結局あのこれがね、編集したりとかいろんなことを考えたらもうこんな感じの動画になっちゃってるんですけど、一応金額、ね、こちらマインデニムのバックジップブーツ、スウェードブーツ、こちらお値段、安っ、この値段で買えます。そして、うん、なんならちょっと待って、俺配当ギャルやけど、なんならちょっとね、もうね、まだね、実はうち営業中で、まだお客さん今店内にいる状態やけど、もう話しながらもう取りよるけど、ソールはこのビブラムやばいっすね、のこのフラットのタイプのソールになってます。でブラックはソールもオールブラック、全部ブラック、うんうん、で、ほんとね、筒がほんと細くて、とにかく履きやすい、これで、サイズ展開、一番気になるのはサイズ展開だと思うんですよ。で、一応サイズ僕言いますよ、言いますね、40、表記40で、だいたい日本サイズで26センチぐらいで、ちなみに僕、ね、普段僕だいたいいつも靴、スニーカーはだいたい26を履いてる。僕が今回購入したのは41で、これが日本サイズ27センチで、うち入荷してるのが40、41、42が28センチで、43がだから29センチっていうことになっとうけど、まあそこまでは大きくないと俺は思う、うん、まああのなんで、まあ僕正直多分40センチ、40インチかのサイズでも俺的には全然大丈夫だけど、僕は41にしてます、ね、なぜなら僕いつもインチ表記の時は大体41を買うようにしてるんで、大体で見晴れやすい色のスニーカーとかブーツとかも、僕基本41買ってる。そうだから、なんか気持ち悪いから合わせて僕41にしてます。でもこれはあんま参考しなくてもいいけど、じゃあちょっと着用感見てみるか、実際の俺の足のサイズで見たら、
ほら、こんな感じ。まあ、でもブーツってそうこんなもんですもんね。で、あの、結構ね、ここがね、ちょっと通すところちょっ と動画撮れる。これを通すところね、見てほしいんだけど、結構ここ細い、本当に。お細いけん、ちょっとワンサイズ大きくても別に全然いいと思う。てか、ここの筒が想像以上にこう細いもんで。なるほど、なんかこう、ね、物だけで見ると、逆に幅が、縦の幅があるからですね。そう。広そうに見えるけど、シャープなんですね、かなり。ね、で、今日はちょっと、レターズのこのトラウザー、こちらもですね、実は、1月の2日に、実はこのブーツと一緒に、1月の2日からですね、お正月のスペシャルアイテムとして再登場します。再入荷、再発売いたします。なんで、今日あのこの動画ご覧いただいてですね、このパンツ欲しいな、このブーツ欲しいなと言われた方、1月2日、ね、並んでいただければ買うこと、もちろん店頭で買うことできます、ね、で、この辺はもう絶対争奪戦になることはもう間違いないです。特にこのブーツに関しては定期的に出るものじゃないし、もう今回もね、お正月用のスペシャルアイテムとして、発売になってるアイテムなんで、全国のディーラーさんでも取り扱いしてるところとしてないところあると思うんで、あの多分全部どこのディーラーでも売ってるってわけじゃないんで、ぜひね、あの九州の方、九州圏の方、まあ、並びにね、あの福岡に遊びに来る予定の方、ぜひ1月2日をこの辺見てみてください。レターズとマインデニムのスペシャルアイテムの発売が1月2日の12時にする予定なんで、もちろんそれと合わせて店頭で、ね、バースデーの店頭はニューイヤーセール、2024年ニューイヤーセール、そちらもね、1月の2日から一斉にスタートなんで、多分店内すごいことになってると思います、実際。なんでかなりわーっとはなってると思うんですけど、皆さん、めぼしいものに関してはどんどん試着していただいて、購入していただかないと多分買えないです、これは、うん、なんでぜひね、オンラインでね、発売したのを購入を検討の方、ぜひその時間12時からぜひね、ご覧ください。まあ一応概要欄ね貼ってます。こちらね、もう一回貼っていきましょうね。こちらに、あります、オンラインストアですね。そちらで購入できるようにしております。そしてチャンネル登録といいねボタンもね、ぜひお忘れなくよろしくお願いいたします。はい。急遽始めたけど、須藤さんなんかネタあるかぐらい綺麗にスラスラ言えちゃいましたね。だってもう多分これ多分最初で最後でしょ。でちなみに、ね、そう、もうあの僕はもう今回ね、本当はあれやけど、まあ一応まあ僕これ自分用のやつはもちろん今回購入させていただいてますんで、まあ早速ね、店頭で1月の2日からは僕これ履いてますんで、ぜひね、この辺のブーツ、まああの靴ね、どうしても後回しにするっていう人結構多いと思うんで、あのまあせっかくだけ、あ、そうですね、ね、ちなみにこちら編み上げですね。そう、こちらの表側の編み上げのタイプ、これも残り2足です。もうあとたった2足しかないです。なんならサイズ迷ってる方、在庫今あるのが41なんで、これ僕が履いてるサイズと一緒です、ね、ちなみになんですけど、僕は実はこれも買っております、はい、なぜならですね、このビブラムソール、ね、ビブラムソール、もちろんね、製法がまあもちろんグッドイヤーウェルト製法で、こちらもですね、もちろんグッドイヤーでソールの張り替えでいきますとかっていうね、歌い文句、まあ、よくありますよね。アッパーだけ大事にしとけばですね、ソールさえ張り替えれば一生履けますよ、はい、おっしゃる通りではあるんですけれども、一つ違うことがあります。何かというと、はい、ソールすり減りません。なかなかですね、多分一般の方は普通に履かれててもなかなかすり減らないです。僕とか、まあ、バイクに乗ってスーパーヘビーローテーションしてる人、まあ、毎日履いてガンガン履きまくる人とかになるとまた話は違うんですけど、一般の方は多分そこまで減らないです。なのでこの状態でですね、大切にして履いていただければ長い間、そう、
このプライスね、もう一回出しておきましょう。はい、どうぞ。このお値段でずっと履けます。で、ちなみにこちらね、こちらもね、過去の動画ね、こちらサムネ貼っておきましょう、ね。こちらね、サムネ貼っておきますけど、こちらの表側の方がいいよって言われる方はぜひこちらで、これもすごいかっこいい感じにトランスフォームするようなモデルになってます、ね。こっちはトランスフォームはないけどね、バックジップで着脱はすんげえ楽です。こういう感じね。はい、はい、もう、はい、はい、はい、脱げました。あー、いいですね。もうワンツータッチでいけちゃう、ね。はい、ワンツータッチです。はい、ね、なんなら、はい、こういう感じ、形です。はい、はい、はい、もう履けちゃいました、ね。あー、これ飲み会が多い時期楽じゃないですか。あー、これはもうめちゃくちゃ楽だと思う。まあ、結構あるんですけど、網上げの時たまにあるんですもんね。やっべーみたいな、今日網上げやったみたいな時たまにありますよね。もう座敷に上がるのは億劫になるってで、そういうのはありませんね。なんで今回ね、もちろんもうサイズはね、もうメンズサイズのみなんで、ね、こちらね、男性の皆さん限定のアイテムとはなってるんですけど、ぜひね、お正月にぜひこの辺はバースデーの一見どころのアイテムとしてですね、ぜひご覧いただければと思います。すいません、ちょっと今日は急遽動画回させていただいたんですけど、もう一回言っておきますね。1月の2日の正午12時からですね。で、初売りは11時スタートなんですけど、発売は12時からと、全国一律で12時からと、なってますんで、そちらお間違いなく、ね、あんま慌てすぎない、ね、しっかりうちも在庫確保してますんで、まあフィッティング気になる方はね、ちょっとすぐ履いていただいて、もう在庫がない場合は、まあ、ある程度自分の、まあ、少し気持ち大きい、作りが大きいんで、ちっちゃいってことはないんで、ちっちゃくなければ履けますんで、この辺はですね、ぜひ参考にされてみてください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。誠に急ではあったんですけど ね、年始ぜひ皆様と会えるの楽しみにしてますんで、また次回の動画でお会いしましょう。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。